スタニスワフル・ボミルスキは、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族、公、焼1752年より、王官僚、この絵隊長、1766年より、王官僚屋内長官の地位にあった。チェルニフ府県知事、ユゼフル・ボミルスキ公の息子に生まれ、1753年に、ルーシ県知事、アウグスト・アレクサンデル・チャルトリスキ公の娘イザベラと、結婚して、 チャルトリスキ家の指導をするファミリアの仲間入りをした。以後、ファミリアを指導する立場につき、1764年の国王自由選挙では、ドーハのオス、国王候補の一人となったが、王座は、ロシア女帝エカチェリーナ2世の支持を受けた妻の重帝、スタニスワフ・アウグスト・ポニャートフスキに渡った。国王が、ファミリアと距離を置くと、議定、アダム・カジミエスチャルトリスキと共に、 反国王派勢力として活動した。ワインツとビシニチュ、プシェボルスクの領主だったが、1753年に、ファミリアが、ヤヌシュ、アレクサンデル・サングシュコ校の相続していたオストルフのオルディナツヤを分割した際、その一部をも獲得している。4人の娘の多くは、有力政治家に嫁いだ。長女、エルジュビエタと、次女アレクサンドラはそれぞれイグナチ・ポトツキ伯爵と、 スタニスワフ・コストカ・ポトツキ伯爵の兄弟と結婚し、サンジョ・コンスタンツヤは、ルボミルスキの老いのセベリン・ジェブスキに嫁いだ。末娘のユリアは、エジプト学者で、小説家として知られるヤン・ポトツキ伯爵に縁づいた。ありがとうございます。